はい、こんにちは、軽動物医療センターさんです。ウサギの飼い方パート10、10回目です。まあ、前回がちょっと短かったんですけども、パート10ではですね、まあ、前回お話したのは口腔疾患、まあ、ほとんどこれが不正口語で、そのために歯の根っこが産んでくるが、口の周りがベタベタになって皮膚病になるが、泌尿生殖器疾患、気が抜けれました。で、泌尿生殖器疾患では、その女の子の場合には子宮の病気、炎症、子宮の炎症とか子宮のがんが多いということ、で症状としては時々血尿が出るから、あとは泌尿器では血尿、膀胱結石によって膀胱炎が起きて血尿が出る、その時のおしっこの出方の違いをちょっとお話したかな。それとあと乳腺炎、偽妊娠の後に相当妊娠した後におっぱいが張ってくる場合があります。それに注意ということですね。そういった話をしました。で、今日はですね、その続きとして神経筋骨格疾患、まあ、神経筋肉の病気から骨格骨の病気についてお話します。で、ここではですね、なっちゃいましたけど、まずね、生まれつきの病気で足が開いちゃってる子います。開腸脚って言うんですけども、で、まあ遺伝的なもので問題で、まあ、足がこう開いてうまく動けないと。だからそれが後ろ足だけの場合もあれば、前足だけの場合もあれば、前足も後ろ足も両方の場合もありますね。なかなか買っていくのは大変なんですけども、だいたい生後4ヶ月ぐらいまでに出てきますね、出てくる子の場合は。それからあと骨折、外傷による骨折ですね。とにかくウサギの骨は薄いということか、骨密度もとても低いから骨折しやすい。で、また骨折すると治しにくいです。ワンちゃん猫ちゃんに比べるととても。で、特に折れやすいのが長い腸骨って長い骨から、あとは脊椎、特に腰椎ですね、腰椎の骨折も結構ありますね。だからでもこれになっちゃうとなかなか難しいですね、治癒が。で、大抵の場合は腰椎骨折してしまうと後ろ足が効かなくなる。そうするとうんちもおしっこも十分自分で排泄できなくなりますんで、その排泄を手助けしてあげないといけないんですね。で、あと肩甲骨も骨折したことありますね、飛び降りて前足からついて。で、それはね、手術かなり昔なんですけど、手術したんですけど、ウサギの肩甲骨ってウサギさんとしたら2、3キロぐらいのウサギさんだったんですけど、もうおせんべいみたいなんですよ。だから骨折してそれを治そうとするとその肩甲骨がペロッとまたパキッと折れちゃう。なかなか大変だった覚えがあります。それから、まあ、あと脱臼もありますね。なんかびっくりしちゃってケージの中で暴れちゃってとか、股関節とか、まあ、膝関節とか肘関節が脱臼したりすることもあります。それから今度は神経疾患で、ここでですね、射形っていう、頭が傾いちゃう、そういう子が時々います。で、まあこれパターンが2つありまして、一つは外からなる場合、中耳、外耳炎になって中耳炎、内耳炎になって、要は大抵細菌感染が原因なんですけども、それで頭が傾いてきちゃう場合があります。からあとはエンセファリトゾーン、要は原虫、まあ、寄生虫が原因で起きる場合もあります。そういう場合は中枢性の方から、だから射形になるのは末梢
生の場合と中枢性の場合があります。まあこの左傾するこう前提疾患というんですけどね、この2つがあるわけですね。で、まあ末梢性の場合はさっき言った外耳炎から中耳炎、内耳炎になって起きると。で、中枢性の場合は原虫のエンセファリトゾーンという寄生虫がいまして、それが原因で起きる場合もありますし、からあとは腫瘍が原因で起きる場合もあります。で、まあどちらにしてもですね、なかなかうまく治る子半分、どん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 治療してても症状が進んでっちゃう子半分です。で、症状としたら射形ですけど、あともう一個症状があります。目玉が動く、それの眼球浸透というんですけど、で眼球浸透もその一方向の場合とそれから多方向の場合とあります。では縦だけに動く場合、斜めに動く場合、横に動く場合、いろいろ目がね動き方があるわけですけど、一方向だけだと治りやすいような気がするんですけど、横にも動くけど斜めにも動く、縦にも動くと、多方向で眼球浸透が起きる場合にはなかなか治癒率が下がってきてるくるかなと思います。で、実は言うとこれが起きなきゃね、眼球浸透が起きなくて頭が傾いてるだけだったら、まあちょっとした傾きだけだったら食欲はまあ多少落ちるかもしれませんが、そこそこまだ食べることができます。でもだん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 傾きがひどくなってくると食べるのが困難になってくる。それからこの眼球浸透が起きてきますと、もう大抵の方が食欲なくなってしまいますね。だから治療はその食べさせながら、でウサギさんって2日食べないと脂肪肝、管理ビドーシスを起こして肝臓すごい悪くなって、またどんどん一般状態が落ちますんで、食欲なくなったらもうなるべく早く栄養補助、強制的にねウサギさんのご飯を流動食にして食べさせながら、この前提疾患の治療をしていかないといけません。だからでも割と多いですね、この射形で来られるウサギさんはね。で、やっぱり治る場合も結構時間がかかるような気がしますね。から続いて、まあ、これちょっとここ上に書きますけど、呼吸器疾患で、呼吸器疾患では スナッフルっていう言葉が要は呼吸器病なんですけども、ウサギさんが呼吸器病を起こすとそれをスナッフルと言います。で、まあ原因はパスツレラ菌とか黄色ブドウ球菌、細菌、まあ黄色ブドウ球菌というのは細菌とか、あとカビ、真菌、ウイルス感染、それから前歯の歯根部摂取ですね、前歯の歯根部が不正光合を起こして炎症を起こしてからこう鼻炎とか起きてくると。だから鼻とか咽喉頭、気管、気管支、肺炎、そういった症状を出す病気のことを全部でまとめて、ウサギの呼吸器病のことをスナッフルと呼んでますね。で、肺炎まで行くとなかなか危ないですね。からそのスナッフルの原因でパスツレラっていうのがあると言いましたけど、このパスツレラ菌というのは人畜共通伝染病です。だからこのパスツレラ感染症があると人にもうつる可能性がありますので注意が必要ですね。感染性、感染性疾患としてはその今のパスツレラ感染症が注意が必要です。それからあとトレポネーマ、
ね、これ通称ウサギ梅毒とも言って、まあ、スピードヘイターが原因です。で、交尾によって感染することがあります。だから、母親が持ってると子ウサギに感染することがあります。で、症状は、皮膚ですね、粘膜、だから鼻とか口の周りとか、それから陰部、うんちの出る周りとか、そういうとこに皮膚炎が起きて、かさぶたとか、それから浸出液が出てきたりもすることがありますね。で、これはですね、トレポネーマね、治療がですね、ペニシリンなんですよ。で、ペニシリンっていうのはウサギさんに使っちゃいけない抗生物質の一つなんですよね。だからなかなか治療が、実を言うとかなり注意して、要は一般状態をによく注意して治療していかないと、要はその抗生物質によって抗生物質性の胃腸炎を起こす可能性もあるから注意は必要です。あとは、これも人畜共通伝染病ですね。で、このヤト病で有名になった動物がいまして、プレリードッグ、何年前かな、5年から10年ぐらい前にプレリードッグでヤト病が出たということで、プレリードッグの輸入が禁止になってしまいました。だけどこれもともとはウサギさんの病気です。で、ウサギはこのヤト病、原因菌はですね、フランシセーラ・トゥラレンシスという、これが原因で起きるんですけども、まあ自然界ではまあ時々あるようなんですけど、ペットのウサギさんとしては現実的にはほとんど見られません。で、まあ、感染経路は感染動物と接触することによって皮膚を通して、まあ、伝染すると。それからあとはダニとか刺しバエとか蚊とかノミとか、そういった吸血の接触動物によって伝播されることもあります。だからそれで人畜共通伝染病でですんで、まあ注意は必要ですが、こういう病気もあるということ。でもね、かわいそうなのは実はプレリードッグでね、以前はプレリードッグでね、1万、2万、3万円で買えたんですよね。だけど、ヤト病でも輸入が禁止になっちゃってから、今もたまにプレリードッグ連れて見える方は見えるんですけど、1匹50万とか30万、50万とかしません。なかなか日本に入ってこないから、日本で繁殖されて、市場に出回ってるんだと思いますけど、かなり高価な動物になってしまいましたね。からまあ、あとは栄養性疾患で、これは栄養性疾患としてのビタミン E 欠乏症で、これは起こり得ます。どういう場合に起こるかというと、ペレットね、ペレットが長期保存されて、まあ、時間が経ってるものとか、それからもともと粗悪なペレットとか、そういったものを食べたりすると、それからあと黒死循環が大量起きしてて肝臓が悪くなってたりすると発生します。そうそう、腹内に異常、これにかかるとビタミン欠乏症になったりすると、まあ、お腹の中に脂肪が異常に沈着したり、
溜まったり、それから血液検査すると出費計が上がったりします。まあ症状としては元気、食欲が減退して体重が下がってきてしまうということですね。だからバランスのいいご飯、それから新鮮なやつを、あの新鮮なペレットを与えてると、血虫を与えてるけどなることはないんですけどもね。からあとはビタミン A 欠乏症で、まあこれもあのやっぱ食事が関係して起きてきます。でこれになるとですね、あの耳が垂れてくることが多いですね。立ってるウサギさん、最初からあの寝てるウサギさん、なんだっけ、ロップイヤーはダメですけど、普通のウサギさん耳が立ってますから、その立ってる耳が下がってくると。それから軟骨がまあ弱くなってくるわけですね、このビタミン A 欠乏症を残して。だからこれにかかってると成長が遅い。あと目の病変があります。角膜が、目の表面のことを角膜って言いますけど、角膜が白く濁ってきたり角膜炎になったり、そのうち見えなくなったり、あと繁殖障害も起きやすいようですね。だから仮に生まれてきても水頭症という、まあ赤ちゃんに異常が出てきたりもします。それからあとは高脂血症、まあ、要は脂質代謝異常のウサギさん、こういう子は遺伝的になる病気なようですけども、遺伝的以外にもビタミン D の過剰症とか、高脂、要は脂肪分の多い食べ物を食べてると、そういう場合には高脂血症か動脈硬化も起きてきますというようなところで、まあ、病気のこともざっくりお話ししましたけども、まあ、とにかく異物ごいに気をつけてほしいかなと、ブラッシングして毛球症にならないようにと、あとは寄生虫予防のことをやっていただけるんであればやっていただけると、いろんな病気が予防できますんで、ぜひともお願いします。でウサギさんの寄生虫予防の薬とはノーベル賞を取ったイベレメクチンと薬がね、進化したものですから、とてもいい薬ですから、ぜひともやっていただけるといいかなと思います。はい、それでは終わります。はい、失礼します。